こんばんは。こんばんは、みょん。ゆっくりマリサだぜ。ヨウムみょん。今日のテーマはこちらです。ユースからトップ昇格となる谷山優斗だぜ。ユースからの昇格は2年ぶりみょんね。そうだぜ。それではスタートみょん。谷山は熊本県宇土市出身。小中は宇城 CFC でプレイし、高校からロアッソユース。高校1年からトップチームの練習に参加しているぜ。J3 降格後は積極的にユースを練習やトレーニングマッチに参加させてたみょんね。とある記事では、1年時の国体での試合では、シャドウの位置でプレイしているぜ。確かにデータ見ると1年時は4得点上げてるみょんね。その後、ポジションをアンカーに下げるぜ。ちょっと前の記事では、プロ入りを見据えて、左サイドのフォワードをやってるなんて話もあるみょんね。今シーズン開幕前に公開されたデンソーカップ、九州選抜との練習試合では時間は短かったけど、アンカーでプレイしてたぜ。ボールを持った時はなんか奪われない雰囲気あるみょん。さて来シーズンの予想ポジションだけど、アンカーまたはサイドのミッドフィルダーあたりじゃないかと思うぜ。今回でひとまず新加入の新人は終了みょん。次からは他チームからの移籍組だぜ。それではご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録コメントお願いします。